皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート311をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、黒い人影。よく金縛りに遭うのだが、この前のはやばかった。来たと思って必死に起きようと頑張った。いつもなら体ごと、ガバッと起きるのだが、この前のは、起きた瞬間にやばい、抜けたとわかった。そこは現実の世界に似ているようで似ていない、白黒写真が基盤だような、不思議な世界だった。何回も体に戻ろうとしたが無理だったので、仕方なくこの状態で歩いていたら、いきなり何かに引きずり込まれて体に戻った。あれが幽体離脱なのかな？あと真っ黒な人影は普通に見る。あれは何なんだろう？第2話、呪いの部屋。大学生の時、派遣のバイトをしてたのだが、そこで知り合った A さんから聞いた話。A さんは俺より一回り年上だった。一週間の現場で仲良くなり、ある夜、仕事帰りに飲みに行った。まあ、ちょっとやんちゃな雰囲気のある人だったので、酔った後は予想通り武勇伝をたんまり聞かされたのだが、その中で印象的な話があった。A さんは若い頃、チンピラ崩れのような生活をしており、一時期外国人 B と組んで、空き巣を働いていたという。空き巣といっても、今のようなプロ集団ではなく、行き当たりばったりで、アパートなどに侵入し、金目のものを適当に盗んで、それをブランド質屋に売る、といった小悪党をしていたらしい。ある日、狙いをつけた部屋の若い女が出勤したのを見計らうと、B が窓の鍵を壊し、部屋に侵入した。適当に家を探し始めると、すぐに妙な箇所に出くわした。部屋の一角がカーテンで不自然に仕切られていた。A さんはカーテンを引き、中を見て驚いた。何やら立派な祭壇のようなものが作られており、たくさんのよくわからない器具がきれいに置かれていた。器具は折り紙のようなものや、金属製の手術用具のようなものまで、見たことのないものばかりだった。物珍しさもあり、B および、簡単に捜索すると、おかしなものが多数出てきた。個人情報が、病院で書かされる問診票のようなものにまとめられ、何十人分にもなっているファイル。顔写真やスナップ写真をまとめたアルバム、どの写真も、顔は赤丸で囲んでいる。何語かわからない文で書かれている、辞書のような古い厚い本や、何枚もの小皿に載せられた乾燥した草や、様々な干し肉のようなものなど、ピンときた。呪いだ、これは呪いをやっている。B が変わった形の器具を欲しがるのを制し、この部屋はまずい、仕事は中止しようと説得した。無然とする B を無理やり引っ張り、何も取らず帰ったとか。あの部屋からは何か得体の知れない悪意を感じた。日本特有のじめっとした悪意というか、とにかく不吉を感じた。不安だったのが、窓を壊してしまったため、家主に空き巣の存在が必ずバレることだ。慌てて出てきたため、証拠の隠滅もできていないかもしれない。しばらく不安な日々を過ごしたが、特に何もなく無事だった。B とは少し距離を置くようにしたという。というのも、B は懲りずにまたあの部屋に忍び込んだらしく、
珍しい器具や現金を盗んできたらしい。あれほどやめておけと言ったのに、こいつと行動していると危ない、と感じたとか。B はそれからしばらくした後、アルーラ社会 VIP の息子と、ひょんなことから喧嘩になり、重い後遺症が残るほど叩きのめしてしまったという。まあ、高飛びしたのか消されたのかわからないが、B の姿はなくなった。喧嘩が非常に弱い男だったので、不自然に感じたが、関わるのはやめた。まあこんな内容。あまり怖くないかな。最後に、個人情報や写真の資料の扱い方から、支援でやっているのではなく、商売でやっているのではないか。そう言っていた。第3は、記憶違い。今まで何度も家族や友達に話したことある体験なんだが、信じてもらえなくてずっと悩んでた。だから書いてみようと思う。書くのは初めてだから書いようおかしかったらごめん。あと長いです。まだ俺が小学生2年生ぐらいに、実家の近くにパークテラス、集合マンションの敷地内に公園があるやつ、があったんだ。1号棟と2号棟の間に簡単な遊具があって、毎日そこで兄貴と、そのマンションに住んでる友達とで遊んでた。その時代はドラゴンボールの全盛期でさ、よくみんなで役割を決めて、戦いごっことかしてたんだけど、大人が遊具で無茶はするなって、いつもうるさいから、その日はマンションの裏にある土手みたいな場所ですることにした。その土手ってのが、金八のドラマに出てくるような土手を想像してくれたら、わかりやすいかと思う。ただちょっと違うのが、マンションの向こう側はドブになってるんだよね。この歩道って書いてある場所で遊んでたんだけど、俺は一番年下だったから、いつも悪者役だった。んで、兄貴がいつも通り俺をやっつけて、俺はそれに合わせてやられたふりをして転がったんだ。いつもなら腐ってところに転がるはずが、間違ってドブの方向に転がってしまって落ちた。しかも高さが数メートルあるところを顔面から。んで、気づいたらドブの底でワンワン泣いて、鼻血もダラダラ。その時の記憶ははっきり覚えてる。そうしたら大人がロープを持ってきて助けてくれて、そのまま病院へ直行。んで、MRI 高で頭を打ってないか検査をするために、しばらく入院したんだ。ここから家に帰るまでの記憶はないんだけど、帰ってからがおかしい。簡単に言うと、今まで兄貴がしたいたずらや言動と、俺がしたいたずらや言動がすべて逆の出来事になってた。例えば母親に、この前アイスの食べ過ぎでお腹壊したんだから、一本だけね。と言われた。違う。それは兄貴がしたことだ。しかも俺はアイスなんかめったに食べない。他にもまだある。兄貴が友達の女の子の髪をハサミで切った出来事や、ゲームのハイスコアを出したこと、おばあちゃんに暴言を吐いたこと、ピンポンダッシュして怒られたこと、犬に追いかけられたこと、車にいたずらしたこと、みんな俺がやったことになってた。最初は何度も母親に言った。それは俺がしたことじゃないと。その度に兄貴は俺をかわいそうな目で見つめ、母親は何度も俺を病院へ連れて行った。何度取り合っても信じてくれなくて、俺はもう諦めるようになった。
最近になって兄貴にその話をしてみると、やっぱりバカにされた。誰かこんな経験した人いますか？それとも俺は頭を打っておかしくなってしまったのか？第4話、枕元に立つ女。10年くらい前、自宅であったこと。だらだら書きます。クーラーが調子悪くて、外に出るはずの水が逆流して、室内にポタポタ戻ってくるので洗面器を置いてた。1ヶ月くらいその調子で使ってたんだけどね。俺は当日椎間板ヘルニアで仕事ができずに、自宅療養していたのだけど、3日後に手術をすることになっていた。その夜、いつも通りエアコンかけっぱなしで、居間で寝ていたのだが、女房や子供は寝室で寝ており、俺一人。なんか変な匂いで目が覚めた。なんとも言えないきな臭い感じ。幼い頃からいろいろ不思議な体験をしているので、ピンときた。金縛りだ。本来半睡眠の金縛りは、その状態から抜け出すには、五感の一つが作用すれば解けるのだけど、この時は、目を開けてもそれは解けなかったので、これは霊的なものだなと、すぐに理解した。今は白いもやが立ち込めていた。そして部屋を目で見回すと、テレビの横に、見たこともない女性が白装束で立っていた。本上まなみかと思った。俺はパンツ一枚で寝ており、無防備すぎて怖いと感じていた。女性は部屋の隅を遠い目で見ていたが、今の真ん中で寝ている俺が起きているのに気づいたのか、首を少し動かし、こっちを見た。完全に目が合った。こややべえ。って意識は遠のいた。気づくと朝だった。その体験を女房に話すと、手術で良くないことが起こる知らせとかじゃないよね、と言ってた。その日、空調屋が来てエアコンをいろいろ見ていた。そして外に出ているパイプを調べていると、何か詰まってますね、と針金を突っ込んでいる。何かゴミのようなものが少しずつ出てくる。するとどうだ。針金の先に黒い塊がついて出てきた。それはスズメか何かの鳥の死骸。なぜパイプの中にいたのかはわからないが、わずか1センチ5ミリくらいのパイプによく入ったもんだと感心した。そしてエアコンは完全に治り、部屋の中に洗面器を置いておく必要性もなくなった。洗面器を片付けながら考える。夕べ見た女性は、パイプに詰まった鳥が姿を変えて訴えてたのかな、と思う。テレビの上にエアコンがあり、テレビの横に洗面器を置いていたから。第5話、監視する男。お盆になると思い出す話を問うか。夏休みのラジオ体操見てたら思い出した。とある仏教系の大学に通ってたんだが、お寺の息子さんが結構いる。もともとは跡取りが資格取るためにあったような大学だが、今はそんなでもない。2、3ヶ月に1回くらい数日お寺に入ったりするくらいで、普通の学生と講義も受けるし、サークルもある。そんな跡取りの一人と友達だったんだけど、その人がしてくれた話、というかその人の体験。お盆が終わると、1年で一番長いお寺に入る期間があるらしい。3週間くらいだったかな、20歳前後の若者が、毎日精進料理で正座しっぱなしなんて、3日でも無理。中でも、
その腫瘍中一番辛いのが、礼拝、というものらしい。個人的には座禅を組んだり、延々とお経をあげるものだと思ってたけど、かなり肉体を使う。これは一度やってみてほしいが、正座の状態から手を合わせ、足のつま先を立てて体重を乗せる。上半身は一切動かさないまま、右足を少し前に出し、つま先だけで立ち上がる。同じ姿勢でゆっくり元に戻り、腰だけ曲げて土下座みたいなポーズをとる。これをたっぷり30秒くらいかけて行うんだが、回数が半端ない。一度に300回やる。何時間かかるのか、と聞いてみたが、本人にもわからない。時間の感覚が飛んで、意識が朦朧とするらしい。単純に考えて3時間弱か、と思うけど、昼過ぎに初めて、気がついたら夜9時になってて、先輩から、風呂に入ったものから早く寝ろと言われる。それがほぼ毎日。腹筋やら太ももやら筋肉痛を超えて、痙攣までするし、膝が内出血するもの、足首捻挫するものが出てくる。足首やら足の指やら疲労骨折する人も珍しくないらしい。その腫瘍に入って10日くらい経った頃、その友達はコツを覚えたのか、それとも脳内麻薬が出てきたのか、やってる最中に少し余裕が出てきた。口では喉がとっくに潰れてるのに、ひたすら念仏張り上げてるし。隣では姿勢崩した同級生が怒鳴られ、先輩に襟首つかまれて床の上で礼拝させられてるし、普通じゃない状況なんだけど、ああ、俺腫瘍してるなあ、みたいな、達観した心境になってたらしい。お寺の本堂っていうのか、メインの一番広い部屋ではなく、離れにある、柔道の道場みたいな部屋でやってたそうだが、そこの隅っこに、おっさんが座ってるのに気づいた。指導してくれる大学の先輩と、大学の僧侶、主要に使ってる寺の住職、そんな人たちの顔はみんな知ってるが、その人だけは見たことがない。しかも格好が白衣で、体育座りをしてる。パッと見は子供っぽいというか、自分たちと同じ腫瘍層なのかと思ったけど、ありえない。どんなに体力の限界が来ても、先輩は休ませてくれないし、倒れたら救急車呼ぶと言われてる上に、腫瘍の続行が不可能とされたら、お寺から追い出されて来年やり直しとなっている。白衣でいるのもおかしい。僧侶にとって、下着姿でいるようなものなんだと。あれが誰であれ、人前ではありえない。薄暗いろうそくの明かりの向こうにいるその人をじっと見ると、顔が黒っぽいことしかわからない。酒焼けしたおっさんにしか見えないから、どっかの僧侶が偉そうに見てんのかなぁ、くらいにしか思わなかった。いよいよ礼拝が終わって、残りのお勤めが終わった後、みんなでお堂を出るときに探したら、もういなかった。後で同級生に聞いても誰も見てないみたいで、納得がいかない。長い3週間が終わりかけの頃、また礼拝の最中にその男を発見した。お堂での並び順は毎日変わるので、友達はその男と一番近い位置で出くわした。やっぱり白衣で、体育座りをしてこっちを見てる。周りのみんなと動きがずれないように気をつけながら、チラチラ盗み見てたら気づいてしまった。その男、首にボロい縄をぐるぐる巻きにして、こっちを笑いながら見ている。顔も酒やけどころじゃなく、
ドス黒く変色してる。目は細くつぶれるほど顔がむくんで膨らみ、口だけは歯を見せて笑ってる。友達は怖くなって、ただでさえ喉がつぶれてるのに、声を張り上げてひたすら礼拝をした。その日のお勤めの最後、礼拝の式を取っていた先輩は、戒名を読み上げて移行をした。先輩は、この修行中に昔、志半ばで亡くなった僧侶がいることを教えてくれた。修行をしたくてもできない僧侶がいるのだから、お前らも諦めずに頑張れ、みたいな励ましをした。同級生の中にこの事情に関してよく知ってる奴がいて、そいつが言うには、修行が嫌になって、このお寺で首を吊った人がいたらしい。その人と同期だった僧侶から聞いた話だそうだ。友達は喉の使いすぎで3日くらい血吐いたが、最終的に家の後継ぎになれた。うちの大学は夏休み長くて超ラッキー、みたいな話してる俺に、半切れで教えてくれた話。第6話、お別れはきちんと。通い詰めて仲良くなったキャバ嬢が突然店を辞めた。やり取りしてたメールも途絶えて、完全に音信不通。所詮水商売だし、向こうも本気じゃなかっただろうし、こちらも来年転勤すること黙ってたから、お互い様かと思った。それにしても顔は本当にタイプ、スタイルも悪くない。性格は上辺だけでよくわからないけど、挨拶はきちんとできた。一回くらいはデートに誘えばよかったかもしれない。店に行って彼女のことを聞き出そうと思ったが、聞いたところでどうしようもないと諦めた。それに仕事の引き継ぎで、店に行く暇もなかった。一年後、俺は先輩に誘われて、転勤先のとある町のキャバクラに行った。そこでかなり人懐っこいキャバ嬢と知り合った。全然タイプではなかったが、相手は俺に親しみを覚えたらしい。どこかで会った、と怪しむくらい、俺の血液型や年齢などを言い当てた。ネットで個人情報さらしてるわけでもないし、地元が同じだったり、親戚というわけでもない。その子は店に行くたび、教えていない俺のことを話した。最初は物珍しい感じだったが、親の話をされてドン引きした。その子は俺の母親の名前と年齢を噛んで当てたんだが、さすがに気味が悪くなった。誰かがその子に俺の個人情報を教えているとしか考えられなかった。新しい環境のせいもあったが、対人関係は慎重になった。そこを紹介した先輩とも、個人的な付き合いを避けた。その後何事もなく半年ほど経ったが、休みは一人で過ごすことが多くなった。その間ネットで彼女を見つけようとしたが、全然うまくいかなかった。そんな休日、一人でフラッと映画を見に出かけた。映画の後、シネコンの複合施設をぶらぶら歩いていると、突然あのキャバクラの女の子に声をかけられた。俺はすっかり忘れていて、相手を取引先の受付嬢と勘違いした。そのことで彼女のプライドを傷つけ、というか本人がそう言ったのだが、フードコートで飲み物をおごることになった。そこで初めて、どうして俺のことがわかったのか聞いてみた。すると、わかる人はわかる。わからない人は全然わからない。自分でも不思議、と、自分の投資能力を説明した。
どういう風にわかるのか問うと、霊能力かな、と答えた。彼女は見えるらしかったが、俺の場合、とてもよく見える、とのことだった。相手と話してる最中、頭にその人の家族とかが、ふっと浮かぶんだけど、あなたの場合、音声付きなのよ。男の人でたまにいるんだけど、大概母親とか奥さんね。生きてる人の方がパワーがあって、それが声になると思う。つまり、彼女は俺についている何者かと交信したらしい。だが俺としては心当たりが全くなかった。まるまる、某タレント、に似たタイプ。見た目はキャバ嬢ね。タレントの名前を出されてピンときた。ちょうど1年半くらい前、突然連絡が途絶えたキャバ嬢が頭に浮かんだ。その瞬間、目の前の彼女が、あ、と声を上げた。何を言い出すのか見つめると、彼女がぽつり、死んでたんだね、とつぶやいた。ええ、死んだの。俺は呆然となった。知ってたでしょ。彼女は呆れたような口調で言った。いや、知らない。俺は驚いた。交通事故だよね。今新聞記事みたいなのが見えたよ。それはもしかしたらという、俺の恐れでもあった。ちゃんと彼女を送ってあげなよ。じゃないと、新しい彼女とかできないよ。女の勘で、絶対付き合ってる人いるって思うから。どんな方法でも構わない、相手に別れを告げるべきだ、みたいなことを言うと、彼女は連絡先も教えずに、その場を立ち去った。一人になって考えると、当時の俺は死んだ女性と暮らしていたらしい。じゃあ今はどうかというと、実はよくわからない。部屋にいると、たまに誰かに見られているように感じることがある。死んだ女性が自分から離れたかどうかはわからない。ちなみに、現在も彼女募集中だ。第7話、帰省。俺が20代の頃の体験だ。その頃俺は任されていた仕事で大ポカをやって、メインの仕事から外され、完全にやる気を失っていた。本当に精神的に参っていた。そんな時、ふと実家に帰ってみるか、と思い至った。永県の山の方に立つボロい家。だけど綺麗な川が近くにあり、空気もとてもうまい。優しかったばあちゃん。なんだか猛烈に都会での暮らしが虚しくなり、気がついたら翌日に上司に休暇願いを出していた。普段なら嫌味の一つも言われるのだが、俺の最近の意気消沈ぶりを憐れんだのか、意外なほどあっさり承認された。その日の夜は、何年ぶりかでばあちゃんに電話をかけた。久々に話すばあちゃんはとても優しく、ただ黙って俺の愚痴を聞いてくれた。そして、無理せずに一度帰ってこい、ゆっくり休めばいい、と言ってくれた。俺はなんだか泣けてきて、何度も電話越しにうなずいていた。数日後準備を整えた俺は、新幹線に乗り込んだ。頭の中には、楽しかった田舎での思い出が浮かんでいた。新幹線を降り、タクシーからバスに乗る。夏の日差しが心地よかった。不思議と長距離移動の疲れはなかった。どんどん山の方に近づいていく。もう少しだ。もう少しでばあちゃんがいるあの家へ着く。目的のバス停が見えてきた。小さい人影が見える。ばあちゃんだ。俺を見送りに来てくれたようだ。
バスが止まった。席を立ち、通路を歩いていく。その瞬間、後頭部を殴られたような衝撃がした。そして気づいた。俺にはばあちゃんはもういない。帰るべき田舎などない。俺には父がいない。だから母方のばあちゃんしか知らない。そのばあちゃんは、俺が高校生の頃に亡くなっている。それにばあちゃんは東京生まれの都会育ち。こんな田舎に俺の実家はない。不意に足がガクガクと震えた。バス停を見た。見知らぬ老婆が無表情でこっちを見つめていた。和服を着た、ごく普通の老人だ。もしかしたらただバスを待っている人かもしれない。だが、俺から一切目を離さない。不意に声をかけられた。バスの運転手だった。お客さん、降りるの、降りないの。めんどくさそうに俺を見ている。老人の方は一切見ない。俺は必死に愛想笑いをして、間違えましたと言い席に戻った。出発するバスの後ろから振り返ると、もう老人はいなかった。それから近くの個人商店に降ろしてもらい、タクシーを呼んだ。タクシーを待つ時間が一番怖かった。俺が実家だと思ってかけた番号は、他の県の全く関係ない他人の家だった。通話履歴からかけたのだが、向こうは話したことなどないという。平謝りして切った。俺はどこに帰ろうとしたのだろう。あの老人は誰だろう。今でも疲れがたまると言ったこともない田舎に帰りたくなる時がある。そんな時は、ひたすら酒を飲んで忘れることにしている。第8話、次男坊。シャレコワか。って問われるとそこまでだが、自分が今まで生きてきた中で、一番怖かった体験を問うか。俺が通ってた高校は、某宗教を崇拝する宗教学校だった。そんで、なんやかんやあって、自分が高一の時に、悪さして停学になった。普通なら自宅謹慎なんだが、その学校は所属教会の詰め所っていうのに、停学期間中住み込みで働かされる。んで、停学なんだから、罰としてその詰め所内の部屋全部掃除。信者が宗教の集まりとかで泊まりに来るから、結構大きい。5階まであって、だいたい1フロアに部屋が20。その中でも各階1部屋は大広間になってる。それで1階から4階まで1部屋ずつしていって、さあ、いざ5階へ。って、ビーズ歌いながら意気揚々でエレベーター乗った。でも、5階に着いてみると真っ暗。まあ、その時は信者もいなくて使ってなかったから、電気が消えてて普通なんだけど、それまでの階に比べて異様に暗い。時刻も真っ昼間、けど、俺は無信心。目に見えないものは信じないわよおバカさんタイプだったから、気にせずに、ギリギリチョップ熱唱してた。それで、そそくさと部屋を掃除して最後の大広間へ。ふすま開けて、電気つけて、掃除機のコンセント差しに行こうとしたら、子供の泣き声が聞こえた。ちょっとちびった。でも、よく見て近づいてみたら、詰め所に住み込みで働いてる夫婦の次男坊だった。端っこに積まれてる布団の上にうずくまって泣いてた。かなり上の方まで積まれてて、登ったはいいけど降りられなくなったっぽいと判断。まだ3歳で体も小さかったから、難なく下ろして掃除を再開。けど、
数分経ったら、また鳴き声が聞こえる。掃除機の電源切ってみてみると、また次男坊が山積み布団の上でうずくまって泣いてる。おかしいなと思いつつも、もう一回下ろしてあげて掃除を再開。でも、また数分後に泣き声。予想がついてると思うけど、山積み布団の上で次男坊すすり泣き。その時は、ガキうぜえ、わら、と、思いながらまた下ろす。結局、この繰り返しが8回続いた時点で、先に1回に下ろして続きをしようと思い、次男坊を抱っこしてエレベーターに乗った。そこで、新次男坊の名前、なんであんなことしてたん?と聞いた。そしたら、新屋の後ろにいたおじちゃんがな、新をな、上に乗っけてん、って言った。当然、あの大広間には俺と次男坊以外に人はいなかった。それで、最初は俺に怒られると思って嘘ついてるんじゃないかと思った。けど、よく考えれば、俺の身長163センチよりもっと高く積まれた布団に、その半分もない身長の次男坊が登れるはずないと考えると、納得したのと同時に、初めて幽霊に対する恐怖を覚えた。その後は、最初よりも大きな声でウルトラソウル歌いながら5回言って、真っ暗な中、ダッシュで大広間行って、大広間の電気全部つけて掃除機取って、ダッシュで1階に戻った。ただ、今書いてて気づいたんだけど、電気はつけてたはずなのにね。この経験のせいで、幽霊を信じるようにはなった。あと、子供は本当に見えるのな。です。まだ3歳の幼児を、真っ暗で無人のフロアに放置する生きた人間が一番恐ろしいよ。この時はお前が掃除に来たわけだが、日頃は一人でそこに放置だよね。挙句に、幽霊に身長の2倍の高さの場所に持ち上げられるとはひどい話だ。おい、やめろ。言われて気づいた。次男坊はどうやって5階の大広間に行ったんだ。いつもはちゃんと1階にいたし、その夫婦も面倒見てた。部屋の襖はどうかはわからんが、エレベーターのボタンを押せる身長じゃない。確認済み。階段か、階段なのか、もう怖くて詰め所帰れねえよ。第9話、猫先生。地元の宴会で兄とその先輩から聞いた話。決して真面目ではなかった兄が高校生の頃、溜まり場にしていた廃病院があった。心霊スポットとして地元では有名だったが、兄たちの何代か前の先輩らが溜まり場に使い始めてからは、冷やかしの肝試し連中は寄りつかなくなっていた。中は荒れ放題に荒れていたが、診察器具や書類などがそのままで放置されており、さながら夜逃げでもしたかのようだった。ある夜、兄たちはいつものように病院で時間を潰していた。兄が一人で廊下を歩いていると、ある部屋から、どうぞ。と聞こえた。何の気なしにドアを開けると、そこは診察室のようで、机の前に猫がちょこんと座っていた。兄が一瞬戸惑うと、どうぞおかけください、と猫が喋ったという。なぜだかわからないが、兄は、ああ、診察してもらわなきゃ、と思い、丸椅子を引いてきて猫の前に座った。猫はいろいろと兄の健康状態について尋ね、兄は一つ一つに答えた。ひとしきり質問が終わると、あなたね、顎に出来物があるね。
これ入院しなきゃダメだよ。と猫が言った。兄は入院はちょっと。と言葉を濁すと、猫はいろいろと医学的な話を絡め入院するよう兄を説得した。兄は次第に、仕方ないか、という気持ちになり、わかりました。手続きをお願いします、と答えた。その時、ドアから先輩が入ってきた。先輩目線の話によると、廊下を歩いていると、ドアの向こうから兄の声が聞こえたという。独り言かと思ったが、誰かの話に相槌を打っているかのように聞こえ、不審に思いドアを開けると、椅子に座り、猫に向かって話している兄がいた。猫は先輩の姿を認めると、すぐに逃げてしまい、暗闇の中に消えた。兄はその瞬間我に帰り、猫が喋った、何していたんだ俺は、と、恐ろしくなった。結局その夜は何事もなく、夜明けとともにみんなと帰った。その後、兄はなんとなく病院に近づくのが嫌になり、この出来事を目の当たりにした先輩と共に、病院に行くのはできるだけ控えていた。半年後、歯痛を治しに歯医者に行った兄は、驚くことを聞かされた。レントゲンに小さな影があるという。以前撮ったレントゲンとの比較や、影の大きさから言って、ここ1年くらいでできたものじゃないか、とのこと。猫の言っていたことは本当だったのか、と、兄は驚愕した。結局兄は大学病院を紹介され、10日ほど入院し、顎の腫瘍を取る手術を受けた。まだ小学生だった私は、お見舞いに行ったことを覚えている。腫瘍は幸い良性のもので、その後再発などはなく、兄は元気だ。兄は、猫が注意するよう促してくれてたんだなぁ、と感謝し、廃病院にキャットフードなど持ち込み、お礼の気持ちを示したとか。しかし、私は腑に落ちない。その時、先輩がドアを開けず、猫が強く進めるままに兄が入院していたら、どうなっていたのか、というか、猫の言う入院とは何だったのか、そう考えると、何か得体の知れない恐怖を感じる。第10話、自衛隊の日常。これは俺が体験した話だ。今から遡ること数年前の4月、俺は自衛隊に入った。教育期間中は、暴言、殴る蹴るは当たり前、感謝に怒声が響かない日はなかった。特に、N と S という上官にはよくしばかれ、毎日必ず、誰かはこの二人に殴られていたと思う。俺の同期に、運動ができなくて物覚えが悪い奴がいた。当然、N と S の格好の目標となったわけだが、仮に名前を佐々木としよう。佐々木とは同じ班で同じ部屋だったので、それなりに仲良くしていた。5月の半ばのことだった。銃を持って走っている時に佐々木が吐き気を催してうずくまった。N は佐々木の胸ぐらをつかむと、顔面をぶん殴って倒れた佐々木の腹を数回蹴り飛ばした。よくある光景だ。だから、やめようとする人は一人もいない。ここでは S や N のような上官が法律なのだ。彼らに口出しすれば、今度は自分たちが佐々木のようになるのは目に見えていた。その夜に、たまたま事務室の前を通りがかった時に、佐々木の泣き声が聞こえた。おら、立てやてめえ。S の声だ。
お前、もう一回泣き言ほざいたら顔面に蹴りを入れるからな。これは別の上官の声。俺はな、別にお前がどうなろうと知ったこっちゃない。ここでくたばってもどうでもいい。お前よりもお前の銃の方が心配だな。N だ。S、死ね。別に珍しい光景ではない。ここではよくある日常の光景だ。それから、佐々木はだんだんノイローゼ気味になり、5月の下旬に、佐々木は自衛隊を辞めた。僕は道具じゃなくて人間なんだ。殴られれば痛いと思い、けなされれば傷つく、あの人たちは何とも思わなかっただろうな。ただ怒鳴って殴って蹴っていればよかったんだから。けれど、僕はもう限界だった。何もかもが嫌になったんだ。日本を守りたいと思って入ったのに、殴られるために入ったんじゃないんだ。この数ヶ月で僕は自衛隊というものにほとほと幻滅した。佐々木は最後、涙を浮かべながら俺にそう言って感謝を出て言った。それから時が流れて8月、俺はまだ教育機関の頃と同じ部隊にいた。N と S も同じだ。ある日、二人が俺に言ってきた。実はな、教育期間中に辞めた奴らが今どうしているか、調べることになったんだ。でさ、佐々木のところにも行くからよ、お前も一緒に来いよ。上官の頼みならば逆らえるはずはない、俺は一緒に行くことになった。N?ところで S、佐々木の名前覚えてるか、名字しか覚えてねえや。S、知りませんよ。さっきまであんな奴の存在自体忘れていましたから、わら。彼らにしてみれば、佐々木はその程度のものでしかなかったのか。自宅に行くことになり、俺は彼らの会話を聞きながら、久しぶりに佐々木へ電話をした。わかった。こっちで待っているから。以前とは全く違う、抑揚のない機械のような声だが、確かに佐々木の声だった。そのまま三人で彼の家へ向かった。うちへ着き、チャイムを鳴らすと、佐々木ではなく別の人が出た。年の頃は20代前半、落ち着いた雰囲気の女性だ。佐々木の家族ではなく親戚の方だという。あの、〇〇、佐々木の名前、さんはいらっしゃいますか？俺がそう聞いた途端、女性は表情を曇らせていった。〇〇の知り合いの方ですか？どうぞお入りください。奥の和室に案内された俺たちは、しばらく言葉を失った。部屋の西側にあった仏壇。そこに置かれていた真新しい遺影は、紛れもない、佐々木のものだったのだ。しばらくは無言の時間が流れたが、俺は意を決して女性に質問した。あの、〇〇さんはどうして亡くなったんですか？自殺です。一週間前にこの家の2階で首を吊ったんです。俺は混乱した。さっき電話に出た人は、確かに佐々木だったのに、聞き間違いでは絶対になかった。混乱して口の聞けなくなった俺に代わって、N が話し出した。自分たちが自衛隊の人間で、辞めた佐々木を訪ねに来たことを。すると、今まで悲しみや困惑のような表情で満たされていた女性の表情が一転して、みるみるうちに険しくなっていった。そして、敵を見るような目で俺たち三人を睨みつけながら言った。〇〇は、ちょっと前まではやんちゃというか、陽気な奴でした。
いつもマイペースな彼が、ある時を境に急に変わってしまったんです。精神的に不安定で、全く笑わなくなって、喜怒哀楽のうち、一楽が抜け落ちてしまったようだったと聞いています。まるで抜け殻のようだったと、私たち親戚にも会ってくれませんでした。そして、こんなはずではなかった。もう嫌だ、と、よく上ごとのように言っていたそうです。俺たちは何も言えなかった。さらに女性は言葉を続ける。先ほど私が言った彼が変わってしまった、ある時、がいつだかわかりますか。自衛隊に入ってからです。こうなってしまったのは全部あなたたちのせいなんです。返してください、〇〇を。俺はここにいることに耐えられなかった。S は罰の悪そうな顔をして顔を背け、N は適当に聞き流している。お悔やみの言葉を言った後逃げ出すように家を後にした。帰りの車で俺は何も喋る気になれなかった。ただ、後ろの二人だけは、パチンコや飲み会の話に花を咲かせている。信じられなかった。もう佐々木のことは眼中にないのだ。夜になっても、まだ俺は車のハンドルを握り続けていた。最後に感謝を出るときに、俺を見た佐々木の顔や、家を出るときに最後に見た、あの女性の悲しみと怒りが入り混じった表情が、フラッシュバックのように脳裏をよぎった。ぼーっと、そのことを考えながら運転し続けていた。そして気がつくと、対向車線へとはみ出して、目の前に対向車が迫っていた。急にハンドルを切った俺たちの乗った車は、そのまま田んぼへと突っ込んだ。幸いにも、三人とも大きな怪我はしていないらしく、その場で警察を呼んだ。警察に電話をし終わった時に、不意にメールがあった。確認してみると、佐々木からだ。全身に鳥肌が立ち、血管が一気に縮み上がったような気がした。許さない。メールの内容はそれだけだった。その後、俺はすぐに自衛隊を辞めた。だが、S と N はまだ続けている。彼らが教育部隊にいる限り、また佐々木のような目に遭う人が出るのだろうか。俺はその後、佐々木の一周期に出ようとしたが断られた。当然といえば当然かもしれない。三周期も同じだった。今年もまた8月がやってきた。許してもらおうとは思わないが、また佐々木の墓参りに行こうと思う。書いてみるとあんまり怖くなかったね。ただ、あの時は本当に怖かったんだ。俺の体験談は以上だ。第11話、ゲームの王。昔、友達が小遣いはたいて、バベルの塔というゲームを買った。しかしこのゲーム、激ムズのパズルゲーム。フラッピーの一面もクリアできない友達は一瞬で詰まり、小遣いがこのゲームに吸い取られたのにイラついたのか、店に抗議に行くと言い出した。なぜか俺も一緒について行った。店主に向かって、こんなゲーム売るな、と友達。店主は最初丁寧だったが、ついに切れて、返品してやるから帰れ。と激怒。でも返品できるからよかったな、と言おうとした途端。友人、突然震えながら、返品してやるからな返品。たったたったった、などと、店主の言葉を反復させてる。俺が、どうしたの？
と聞こうとした途端、突然店主に思い切りカセットを投げつけ、デレッデレレッデー、とスーパーマリオの音楽のような鼻歌を大声で怒鳴りながら、店のショーウィンドウに思い切り蹴り、派手に割れるガラス。その後、コインコイン、などと言いながらめちゃくちゃに暴れる友人。店主は最初ポカーンとしてたが、急いで止めようとする。けど友人は中学1年当時、170センチ以上で巨漢デブ。店主は吹っ飛ばされる。俺も必死で止めるが全然話が通じない。近所の商店街から応援が来て、大人3人がかりでやっと止まる。店中のガラスが割れ、品物は散乱。狭い店だったから、なおさら被害がひどく見える。友人はガラスでいろんなとこ切ったのか血まみれで、ふうふう、と唸ってる。その後、友人は救急車に乗せられ、警察が来て、俺はちょっと事情聴取みたいなのされた。俺も共犯者かと思って泣きながらガクブルしてたら、店主が、君は何も悪くないからね。と、慰めてくれたのがすごくほっとした。俺じゃないけど、友人はあまりの怒りで、店一つぶっ壊してしまった。その後友人はなぜか、転校、となった。で、どこに行ったのか、先生も教えてくれず会うことはできない。第12話、3人。私は双子の姉がいて、その姉と同じ不思議な記憶を持っています。それは、いつのことだかわからないけど、いつも3人でいたという記憶。私と姉ともう一人。もう一人は誰だかわからない。中学校に入った頃、突然姉に、ずっと前3人だったよねー。と聞かれ、私も、そうそう幼稚園に入るずっと前だよね。いつも3人一緒にいたあの子は誰だったんだろう。母に聞くと、幼稚園に入る前なんか、近所に他に子供なんかいなくて、いつも二人で遊んでたはずなのにねえ。とのこと。でもねえ、あんたたち本当は三つ子だったんだよ。生まれる前に死んじゃったんだけどね。その子だったんじゃないのかい、あはは。と母は笑っていたけど、私たちはびっくり。聞けば生まれる前と言っても、まだちゃんとした人間の形になる前に死んじゃったらしい。私も姉も、目も開かないうちからその子のことを認識していたのかと思うと、人間の神秘だなぁと思いました。第13話、吹雪。ひいじいさんは変な政治家に入れ込んで、信頼潰して、土地も売っちゃって行商始めたんだって。雪深い年の暮れに、稼いだ金を持って我が家に向かったんだって。急なひどい吹雪で、山の中身動きも取れなくなったんだって。死にたくないし、家族と正月を迎えたい一心で立ち上がって、ふらふら歩き始めたんだって。道が道かもわからない中歩いていると、傍らにじいさん、三男、くらいの小さな子供が歩いてるんだって。そんな雪山に子供なんかいるわけないけど、ひいじいさんはなんか気力が湧いて、自分の町まで、それから5時間も歩いたんだって。二人一緒に黙ったまんま歩いたんだって。ひいじいさんは、町の外れの民家に助けを求めに行って、玄関で倒れ、助かったんだって。ひいじいさんは山の中にお地蔵様を作った。それだけは確認できる事実。
本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。